僕にとって天気は1回目僕小学生の頃とかえっとずっとやっぱりスポーツがすごく好きでもう毎日友達と野球やったりサッカーやったり走り回ったりして体を動かすのがとにかく好きだったんですけども音楽とはピアノをやってたりギターやってたりとかいろいろ習い事はしてたんですけど音楽とはあんまりそういう。 まあ、無縁というかだったんですけど、えっと、中学校に入って、まあ、テニスかバスケットボールか何かそういう運動の部活に入りたいなと考えてたんですけども姉の「ドラム叩けたらかっこいいから吹奏楽部入ってパーカッションやりなよ」って言われたひと言であっさり「じゃあやる!」と言って入ったのが。 そこから僕の音楽、まあ、人生というか楽器人生というかが始まった、まあ、大きな転機の一つですね。でもう一つは、えっと、そのまま、えー、高校に上がってじゃあ将来はどうしようかなっていった時に小学校の時から英語を習っていたので英語の先生になりたいなと思ってたんですけどもちょっと僕の性格上 サラリーマンは向かないだろうなということに気づき始めて、まあ、とある先生との出会いもあったのがきっかけで音楽家を目指す、えー、高校1年生で早くも音楽家を目指すということになったんですけども、えー、それで、えー、と大学に入ってそのままプロの道に進んだんですけども僕はずっと吹奏楽部がものすごく高校の吹奏楽部が まあ言い方はちょっと悪いですけど、まあ、コンクールでいつも成績が悪くてすすごく弱小水素学部だったんですねなのでよく一人でずっと練習していたりとかソロコンテストに出たりとかそういうことが多くて僕はすごくソロが好きになって、えっとまあ、ソリストとして活動していきたいと思って卒業後もしばらくソロで活動していたんですね。なんですけど まあ、とあることがきっかけで大学院を卒業して本当に12年下ぐらいで NHK 交響楽団というオーケストラに呼んでいただいてエキストラで出演したときに初めてオーケストラというものを体験してあ,あオーケストラってものすごくいいなってそこでようやく気づいて今はオーケストラの仕事を,、えー、を主にさせていただいてますね。それが 3つ目の大きな転機だと思っています、はい、やはり今のフリーランスの音楽家という立場を生かしていいいいいろろんんなな方々とと音楽をしていきたいと思いますそしていろんな方々のサポートをすることも多いのであらゆる現場で信頼度の高い演奏をしていけるようにどんな現場でも対応できるプレイヤーになっていきたいと思います。